はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょう、イスクソ2というわけでの実況をしていきたいと思います。343日目でございます。おー、モニカちゃん、なんかみんなさ、季節柄がなんかあるよね。なんか夏っぽいのが多い気がするんだけど、最近たまたまなんだけどね。うん、ナイス、ありがとう。ミリです。アキさん、ふむ、ココナッツビガペア、オーシルガールズペア、後頭部サンディングガールズペア、以上です。今回はしょぼそうだ。ありがとうございます。さて、今日は活動する時間ではないというわけで、今日はですね、これそういえばさ、どうなるんだろう。いつもスキップしてしまうんだけど、スキップしないで見てみようか。どうなる3連戦になるのかな。ごめんなさい、ちょっとね、喉がゲフンゲフンして、ちょっとね、寝落ちです。寝落ちからの寝落ち、良くないですね。3連戦、でもただ1回を、1回の結果を3回見せてくれるというか、3回扱いにしてくれるということかな。かっこいい、ナイスコンプ。ちょっと喉の調子が非常に良くないですね。風邪ですかね。困りました。でしたね。お、次は失踪からのギター、コンボラスマですかな。耐えていく。でそのアシストからのサドカちゃんでフィニッシュか。なるほど、完璧、悪くないですね。1回目終了。ああ、でも3回したことになったのかな。うん。つうわけでですね、今日は、あれですね、ストーリーを読んでいきたいんですけど、ちょっとね、あんまり良くないね、風邪気味なの。まあまあね。ね、不景気に笑顔に失礼しましたね。冒険の方が。じゃあ、通常モードで読んでいきましょうか。いきましょう。エピソードキラル第8話、目覚め。前回どんな選択肢だったかな。来ましたよ。あ、そうそう、公表するかしないか。うん、あれ、私どっちにしたの。するを選んだんだっけな、ゲティブ。あれ、どっちだっけ。はい、結構すげえ悩んだから、どっちに触れたかちょっと忘れちゃいましたね。多分スルーを選んだ気もするんだけどね。第8話、目覚め。そう、ここにたどり着いたんだよね、この施設というか。おっと、端末から、あら、認識されてる。あ、ちょっとミネルちゃん、あら、ちっちゃ。ミネルさん、ミネウバーバージョン4。ほう、へえ。都市管理システムに常駐する対話型ホログラム AI、 なんだろう。うん、ああ、なるほど、実はすでに馴染み深かった。過去100日間の施設間のコネクションロスト数が指揮情報と検出したため、都市管理規約にのっとり、緊急時プロトコルを開始し、本施設自由の塔を開放いたしました。おお自由の塔ってね。本施設には施設内の空気清浄システムおよび一定期間生命活動を維持するための食料品、おお、なんかシェルターみたいな感じなのかな。その他長期間の運用に伴うナレッジロストに備えたデータベースがインストールされています。ナレッジ、なお現在本施設は運用開始時点より63万1507日と3時間31分を経過している。はあ、ナレッジロストがある場合には私に挙げてください。
振りかけてみましょう。ナレッジロストとはなんかあれじゃない、知識的なやつ。本施設の、設立経緯やエーテルスフィア都市計画についての知識全般をナレッジと呼んでます。まあ、ノーレッジみたいなもんだよね、要は。ナレッジ。本施設自由の塔は10年以上にわたる長期間の運用を想定していますが、エーテルの体内蓄積化に伴う短命化のため、そんなのがあるの？全世代が次世代へナレッジを継承できないというケースが想定されます。そのような時代をナレッジロストと定義し、ナレッジロストが発生している場合、現在の世代にナレッジを復元させることが私の役目です。そんなことができるのか。まあ、全部聞いていこう。エーテルスフィアとは、都市計画とは一体。地球以外の惑星の領域の一部を居住化するための計画です。なるほど。コロニーみたいなもんですか。惑星だから別の惑星に移住する計画みたいなものか。宇宙において生命が存在可能とされる領域、一般にハビタブルゾーン、初めて聞いたのかな、ハビタブルゾーン、生命居住可能領域と呼ばれる領域内の惑星は太陽系においてほとんど存在しませんでした。じゃあ火星とかがキリみたいな。そのためこれまでの技術では人類が地球の外で生きていくことは困難とされてきました。しかし近年発見された新たな粒子を用いたコーティング技術により、恒星から放射されたエネルギーの量を調節することで、ハビタブルゾーンの、要はエイブル的なもんか、ハビタブルって可能だよっていうことね。外側とされていた惑星でも人類が暮らせる環境の構築を実現したのですと。あ、これは我々はこの新たな粒子を、空間には何らかの物質が充満していると予測していた哲学者の言葉を借りてエーテルと名付けました。このエーテルで球状に包んだ空間のことを我々はエーテルスフィアと呼んでいます。惑星対象の地表にエーテルスフィアを発生させるための制御施設である自由の塔を配置し、これバリア発生のものと一緒なんだよこれ。スフィア内のエーテル濃度が想定以上になった段階で専門知識を有する少数の技術者を送り、環境の基盤を構築。まあ移住計画でよくあるようなやつだよね。その後地球からエーテル査定値により選定された人々を太陽惑星のエーテルスフィア内に移住させ生活基盤を形成します。ってことはこのキラルの世界もこういったものだったってことか。このエーテルスフィア都市計画はフォールトトレラント的思想に基づいており、フォールトトレラントエーテルスフィア同士が一部重複する箇所を形成することで、一つの自由の塔の機能が停止したとしても、都市全体の機能は完全に失われることを防ぎ、該当惑星の住民の生存確率を高めることができます。やっぱ自由の塔がベースだったってことなのかな、この惑星というか気になる世界で。また設置した自由の塔同士の総合通信によって互いの稼働状況を監視する仕組みとなっており、複数あれか、コネクションロスとしてしまった塔の数が想定上に達した時には緊急避難場所として稼働状態にある自由の塔を解放し、同時に本プロトコルが実行されることになっていました。なるほど、その段階まで来てしまったということだね。短命化とは寿命が短くなるってことだろうね。エーテルが派遣されるまでの人間の平均寿命はおよそ90年前後でした。今のまあ今より長いか、今って80年ぐらい。しかし、エーテルを長期間体内に蓄積し続けたり、体内のエーテルの放出を繰り返すと、その平均寿命はおよそ30年前後までに短縮していたことが分かっています。あるら、まあ、昔の、本当あれだよね。そのため、重要な情報が次世代に伝えられない可能性が高まるというリスクが発生しました。なるほど。それを防ぐ意図から、本施設にはナレッジ復元用のデータベースがインストールされています。短命化の原因について確かなことは判明したいものの、判明できてないんだね。人間の生命情報を司る染色体のテロメアにエーテルが何らかの影響を及ぼすためと考えられていますと。なるほど。地球って？はい、地球について、あ、そうだね。地球は、でも気になる世界的には地球は、あれやもんね、我々からしたらあれですが、地球とは人類という種が誕生した故郷とも呼べる星であり、
キラがどこにあるんですか。そのキラの世界はポルエア。我々がいるこの惑星からおよそ7億キロメートル離れた場所に存在します。あらまあ。かつて地球は豊かな自然や生命があふれる惑星でしたが、ある時を境に突如生命が生き続けることのできる領域が少なくなっていったのです。このため停滞状態にあった宇宙進出への研究開発が爆発的に進み、まあ重要だよね。結果としていくつかの惑星へと人類が旅立つことになったのですと。ほう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 。当時は混乱の最中であったこともあり、なぜ地球がそのような状態になったのか正確な原因を不明ですと。いつか明かされるんでしょうか。人類による行き過ぎた環境破壊が原因とする説、隕石の落下があったとする説や、まあよくあるやつやね。ヨーマ・オフリと呼ばれる人類と異なる生命体による攻撃が原因とする大胆な説もあります。まあセイラントもしかりだ。まあセイラントはあれやもんね。うん。作られたもんやな、あれやもんね。エーテル・サテイチと。はい、エーテル・サテイチについてご説明しますと。エーテルの発見により新たな居住区領域を手にしようとしていた人類でしたが、計画の途中一つの問題が浮上してきました。高濃度のエーテルで満たされた空間内で長期間過ごした場合、人体に重篤な健康被害が出てしまうことが判明したのです。しかしその一方で短命化はするものの、生命活動には一切支障を来さない人も存在することが分かってきました。短命化するのか。ストライカーとかは短命化するんですが、嫌ですね。エドレスや都市計画の実現にあたり、これを判別可能にすることが最優先課題となりました。これってさ、どうなんだろうね。エテルノにいるみんなとかは大丈夫なのかな、みたいなね。うん。気になる世界だけの話だといいんだけどな。それはそれでエグいんだけどね。そして長年の研究により、エーテルからの影響の受けにくさを数値化することに成功したのです。影響の受けにくさ。それがエーテル査定値？その数値こそエーテル査定値であり、この数値が指揮値を超えるものを選定して都市計画の参加者とすることになったとなったのです。神々沢線、つまりあなたたちが人類の未来を担う存在として選ばれた人たちの子孫ということになりますね。質問を終える。うん、いくら別でもやりくださいと。さようならミネルさん。ゾゴレって感じだよね。まあ誰かいる。あ、こっち。向こうのみんな。うわあ、死の星になってしまった。同時呼吸、速さが推移、コロケーションから遠く離れた地下深く。あ、ついにスイちゃん視点来たね。うん。地下なら安全だったのか。だから移動できるのかな。うん。みんな撮影地が見れる。そっか、地中か。なるほどね。地中はまだバリア外でも行けるってことなのか。マリさんはどうなったんだ。数十分後は早瀬が推移、場所は一体なんだ。ここは FF の世界みたいな。スクエニさんやと思って。地中じゃなくても。おっと、アザーズメンバー。心臓のウェイカー。ウェイカーとは一体。
あ、そこに来すぎた人たちっていうこと、うん、あら、おまめちゃん、あ、無事だったのかみんなって感じだね。アンダースタック地下砦群、これはこれであれだね。どういう風に展開していくんだこのストーリーはね。トーが解放されてから数日後、みんなと変わるゴリオ魔法科学アカデミー大ホール。あ、真実を話した。あなたを知ることになった真実を私は公表することにした。安全局による真実の隠蔽が今回の最悪をもたらした原因であるなら、この公表によって好転することもあるはず。そう考えたの決断だった。公表した後の数週間は最悪が起こった時と同じかそれ以上の論争が巻き起こった。まあけれど、ある日を境に空気が変わった。私を見るみんなの顔には、お、希望が映され始めていた。エーテルサテージの高い人が低い人を見下すことがなくなった。住む場所の決まりを見直す試みが始まり、互いが互いを助け合おうとする雰囲気が生まれ始めた。おっとおっと、状況が好転したが、そしてある日、誰かが私のことを先導者と呼び始めた。ブランガードか。今までバリアという檻の中にあった自分たちを真実という光で照らした。みんなはそう考えてくれたみたいだった。おっと、私はいつか宮山さんが助けてくれた時、心に湧いた温かさのことを思い出していた。神々でごめんなさい。おお、小春ちゃんがなんか前向きになってる。これが私の中で何かが始まった瞬間だった。うん、同時刻、アンダースタックから約10キロ上の地上。うわー、えぐいことになってるこっちはな。バリアの外では紫外線が強く、長期間の滞在は危険。けれど、あのバリアから抜け出した人々は生き残ることを諦めなかった。そして長い時間をかけて密かにその地下へ通り、生活基盤を形成するに至った。地下はなんとかまだ汚染されてないという感じなのか。これは同時刻、速さが推移、アンダースタックメインストリート、生活の営みがあるのか。あ、これもそうか、地下、地下だからアンダースタックも地上じゃないんだもんね。これね、これは地下にある設備なのか。結局どっちかが残るしかなかったんよ。これ全く逆になってたかもしれんからね。まず言えなかった。二人の、お、プリズムを壊す。ん？だから対立するのか。え、このすれ違いやめよう。マジで？このすれ違い感嫌やね。なんか二人の真逆になるんじゃないこれ。剣と盾になるの？やめて。ちょっと待って。うわー、お、シンクロか。いやー、げー、これはちょっと、これえぐない？結構えぐいっすよね。だからあれか、冒頭のとこにつながるのか。結局二人は戦うのか。まあ、公表すると。あ、みんなめっちゃ公表したやん。結構悩んだけど、結局か。私も公表するを選んで。まあ、しないって言っても、あんまりいいことないからね。てか、
っぱ明るめにしないと、てかあと確かめたいこと言ったもんね。しないと話進まないって言ったよね、私多分ね。はい。おお、そうやね、ミネルちゃん。あっちがベースなんだね。で、このミネルちゃんの姿があるってことだね。BGM が見ました。いやー、もう、見てるやないですか、頭で、ちょっと。結局、化かされてしまった、二人は。あ、でもこれ流れで言ったらさ、どう考えてもアンダースタックじゃないの。コロケーションは守るみたいなスタンスじゃないですか。これはこっちやわね。もう受けと攻めみたいな感じになったやん。はい、いやー、こっからのバトル展開か。和解はできないな。なんか、破壊する必要あんのかな、プリズム。いまいちそこはつかめなかったんだけど、私が眠いからか。理由割りかけがじゃ回したいんですけど、今回はちょっとストーリーで長くなったんで、また次回にしましょうか。じゃあそんな感じでね、今回はこの辺にしましょう。皆さんもね、よければ、ぜひね、投票してみてください。じゃあそんな感じで、お疲れ様でした。バイバイです。